スターシードライトワーカーの仲間の皆さん、こんにちは、マリアです。今日は昭和の我慢の幻想に気づくというテーマで最近起こったことをシェアしていきたいと思います。何年か前に別の仕事をしていた時に、言えないで我慢することを続けたせいでストレスが溜まって辞めたという経験があったので、今回はそれを克服するためのお試しが来たなっていう感じがしていました。で、そういうお試しが来る時って大体最初に何かこう突発的な出来事が起きて、それに対して自分の感情がものすごく揺さぶられる感じで、こうネガティブな感情が溢れて、でそこから自分を見つめ直して、自分はじゃあ そう思ってるってことはどういう信念を持っていたのかっていうことをこう探りに行く作業が起こって、でそれで気づいたんですけれども、その言わないで我慢する癖の根底にあったものっていうのは、こんなこと言うのってわがままじゃないっていう、その無意識のうちに思う気持ちだったことに気づいて、それっていうのはやっぱ私たち、まあ、アラフォー世代以降以上の年代の人だと思うんですけれども、特にやっぱり昭和時代を生きてきた、昭和時代にこう教え込まれたっていうか、そういう昭和の我慢の名残がどこかに残っていて、だからそんなこと言うのってわがままじゃないって自分を抑えてしまう、こう波風立てないようにことを収めようとする、そういう癖があったのかなっていう気がしています。で今回その起こった出来事でそれに気づいたので、じゃあ今回はもうそのいろいろこう不満とかを、そのネガティブな思いをいっぱい溜め込む前に、もう何か勃発した初期のうちに自分の思いをさらっと伝えることが大事だなと思ったので、それをしてみました。でやっぱりこう言わないで我慢してそのまんまにしておくと、エネルギー的に言わなかったしこりっていうのが見えないレベルで絶対に残っていて、そのやっぱり言うことによってしかそれは解消されない感じがして、今回私は言うことができたのですごくすっきりした気持ちにもなったし、やっぱりその自己表現っていう部分でその昭和時代を生きてきた人たちはブロックがかかってる人が多いのかなっていう気がしました。でも今のこの新しい時代は波動がすごく軽くなってきてるので、お試しが来てもすぐに分かるし、すぐにクリアしやすい状態になっているなっていうのを実感しました。で今とは比べ物にならないくらい重い波動だった昭和を生きてきた私たち世代の魂の勇敢さっていうか、チャレンジャー精神っていうのがやっぱりすごいなっていうのを感じて、で本当にやっぱりよくやってきたなっていう、まあ、自分も含めみんなをねぎらいたい気持ちになりました。で私たちがそういう日々起こるそういうお試しにを一つ一つクリアしていって、どんどんますます軽くなって光っていくことで、そのただ私たちが存在してるだけで、まあ、周りに光を振りまける状態になると思うので、
すごくやっぱり一人一人がこうクリアになっていくことが大事だなっていう気がしました。